ヒメツルソバとはタデカの植物の一種。学名はペルシケリアカペタータ。別名はカンイタドリ、ポリゴナム。ヒマラヤ原産。日本にはロックガーデン用として明治期に導入されたダニンソウ。花は集合下で小さい花が1センチメートルほどの球状に集まったコンペイトのような形をしている。園芸店などの紹介でも コンペイトがいっぱい咲く花などと紹介されることも珍しくない。開花直後はピンク色をしているが、徐々に色が抜けて白へと変化する。夏季は5月頃から秋にかけてであるが、真夏には花が途絶える。ヒマラヤ原産の植物にしては、体寒性はそれほど高くなく、陶器には構想すると地上部が枯死し,し、出根状態となり、 さらに土壌凍結が起きると根も枯死し,して全滅してしまう。ただし、種子の発芽率が比較的高いため、親株が死滅してもこぼれ種で翌年には新たな株が芽吹く。花は小花が休憩にまとまっており、内部には種子が成熟する。葉には V 字型の反紋があり、秋には紅葉する。茎は補ふ性 茎の葉のある部分が土に接しているとそこから発根し、地面を捉えながら広がる。一株でおよそ直径50センチメートルほどに広がる。性質が丈夫であるためグラウンドカバーとしても用いられる。種子や株分け、挿し木などで容易に繁殖が可能なほとんど手のかからない植物であるため、空き地や道端などで雑草化もしている。もともと根の浅い植物なので挿し木を行う場合は、 水平雑誌が良い。最適期は5月頃でこの時期に挿し木を行うと2回目の秋の夏季には花が多く咲くまでに成長する。できるだけ挿し方地面に横たわるようにしておくと茎の元から発根しなくても横たわった枝の葉のある部分から発根し蘇生する場合もあるので成功率が高くなる。葉に白い藩が入る品種もあり範囲入りの場合晩秋の紅葉の時の灰色の変化が 通常種と異なるので、両方を寄せ植えにして、色の変化を楽しむなどもできる。近縁に白い花のつるそばがある。花も葉もそばに似ていることからの命名。ありがとうございます。